2月7日火曜日、大津市議会で公職選挙法を遵守した市議会議員の活動をテーマとした議員研修会が開催されました。大津市議会では議会基本条例第22条において議員の資質や政策立案などに必要な能力を向上させるため議員研修会の強化に努めていくこととされており、これに基づいて今回一般社団法人選挙制度実務研究会の小島勇人代表理事を講師に招いて公職選挙法を遵守した市議会議員の活動をテーマとした議員研修会が開催されました。小島氏は元川崎市職員で30年以上にわたり川崎市選挙管理委員会事務局に在籍し、一貫して選挙の管理執行に係る実務に従事されました。その豊富な経験をもとに市議会議員の寄付や政治活動用ポスターに関する規制、インターネット等による選挙運動などについて講演が行われました。